どうやら少し眠ってしまったようだ。またあの夢を見たか。あやつめせかしおる。ミオレンよ、今どのあたりだ？先ほどからまだ半時も経っておりませんよ。お疲れのようですな、バーレ将軍。いつも言っておるだろう、ミオレン。周りに兵士がおらぬ時は父と呼ぶがいい。お言葉ですが、ここにはまだリーン注意が控えております。お前らしいな、その答え。だが我が軍の計画にとってリーンが特別なのは言うまでもないこと。そうであろう。サルト遺跡での第三次発掘調査もいよいよ終わる。わしはお前たちの働きに期待しているのだよ、ミューレン・リーン。今回のサルト遺跡の調査には我々ガーライル軍の誇る精鋭部隊を当てておきました。必ずや良い報告ができるものと信じております。現在の時刻1340、パーム上空を通過中。目的地へは1530到着予定。リン、バール将軍に窓を開けて差し上げろ。はい、ミューレン大佐。Thank you.
撃が！またお前か、ジャスティン。証拠りもなくわしの物置を荒らしよって。荒らしてない。なんで俺の話聞いてくれねえんだ。この宝探しには男の意地と冒険者の魂がかかってんだぜ。何言っとる。お宝なんぞこんなガラクタの中にあるものが。あんなに散らかしやがって。とにかくわしの物置でお宝探しなんか二度とするな。わかったか、こら。ひってーよな。いっつもいっつも遠慮なくぶん殴りやがって。ジャスティン、ジャスティン、ジャスティン、大丈夫？すごい音したよ。なんだよス、見てたのか。心配すんなって。あんなげんこつ全然平気さ。一流の冒険者なら当然だろ。うん。でどうだったの？あの物置で何か見つかった？いや、ダメダメ、本当にガラクタばっかりで勘が外れたか。スー、そっちは？見つけたわよ、もちろん。じゃじゃーん。ほら、伝説の鎧。ちゃんと私一人で見つけてきたんだから。うん。そうそう、ブーイも手伝ってくれたのよね。はい、ジャスティン、伝説の鎧。やったな、スー。まずは1個目。あとは光の盾と勇者の兜、それに精霊の剣だ。日が暮れたら私たちの負けなのよ。私嫌だからね、ガンツのお嫁さんなんて。だいたいガンツの口車に乗せられて、あんな約束したジャスティンがいけないのよ。ちゃんと責任取ってよね。わかってるって。よし、ガンツのやつ見てろよ。私たちも行こう、ブイ。うん。